境外惑星ケプラー1625ビットを、公転する、境外衛星ケプラー1625ビット愛の、創造図孫衛星とは、衛星の周りを公転する衛星、すなわち、衛星の衛星を指す。英語では、モーンモーンやサブムーン、グラムムーンと呼ばれる場合もある。天然の衛星を周回する、宇宙探査機などの人工天体を、孫衛星と呼ぶ場合もある。また、 軌道を問わず単に主衛星から分離した古希を指して、孫衛星と呼ぶ用法も見られる。本校では主に天然の衛星の周りを公転する天然の天体について述べる。孫衛星は太陽系における衛星に関する経験的な研究から惑星系の構成要素の一つである可能性が推論されてきた。太陽系では巨大惑星は多数の自然衛星を持っている。 また発見されている太陽系外惑星の多くは巨大惑星であり、そのうちケプラー1625ビットは少なくとも一つの大きな系外衛星を持っている可能性があると推定されている。そのため太陽系内や太陽系外の惑星系にある衛星が孫衛星を持つ可能性についての議論が行われている。2019年時点では太陽系内にも 太陽系外にも孫衛星の存在は確認されておらず仮説上の天体である。多くの場合、衛星が好転している惑星の潮積力などの影響によって孫衛星の軌道は不安定になるため一時的にしか存在できないと考えられる。孫衛星が長期間安定に存在するためには衛星が 1000km 級のサイズで大きな質量を持つ衛星が 惑星から比較的離れた軌道を公転している。孫衛星の質量が小さい。孫衛星の軌道が衛星から遠すぎず近すぎもしない距離にある。という複数の条件を満たしている必要がある。土星の衛星レアの周りの肝の創造図2008年3月に土星探査機カッシーニの観測データをもとに土星の衛星レアの周囲に肝が存在する可能性があるという論文が発表された。 また計算では、レアの周囲には安定してレアを交転することができる軌道領域が存在することも示唆された。さらに艦は細いと考えられたことから形状を維持するための羊飼い衛星にあたる孫衛星が存在する可能性も推測された。しかしその後のカッシーニによる観測では当初の報告通りの艦が存在するのであれば、 十分に検出可能であるにもかかわらず、肝や孫衛星が存在することを示す観測結果は得られなかった。そのため、レアに肝や孫衛星が存在するという説は否定的に見られている。土星の衛星、イアペトゥスは過去に孫衛星や肝を持っていた可能性があるという仮説が提案されている。イアペトゥスは赤道に沿って 特徴的な尾根が走っていることが確認されている。その成因の仮説の一つとして、過去の孫衛衛星や、肝の物質が赤道上に降り積もって、尾根を形成したというシナリオが考えられている。太陽の周囲を惑星が好転し、その惑星の周囲を衛星が好転するという階層構造があることから、さらにその階構造である衛星の周囲の孫衛星も、 存在するのではないかという推論が行われてきた。しかし実際には太陽系内において孫衛星の存在は確認されていない。衛星の周囲を公転する孫衛星においては惑星からの超積力が軌道に及ぼす影響が大きいため多くの場合は長期的に安定して存在することは難しいと考えられている。孫衛星が安定に存在可能な条件については これまでに太陽系内外の条件を想定した様々な研究が行われている。惑星の調汐力によって孫衛星の軌道が不安定になる過程は、力学的には恒星の近くを公転する惑星の周囲での衛星軌道の安定性の議論と類似している。1970年代には水星や金星が衛星を持っていないことに関して、 太陽の潮積力の影響という観点に着目して行われた研究がある。また2000年代以降は太陽系内だけではなくホットジュピターのような構成の近くを構点する太陽系外惑星の衛星の安定性へと一般化した研究も行われている。これらの研究では構成に近い位置にある惑星を構点する衛星は内側へ移動して惑星に衝突してしまうか あるいは軌道を安定に保つことができる。外側限界よりも外に移動して失われてしまうとされた。これと同じプロセスが惑星衛星孫衛星からなる系でも働き、孫衛星は衛星に衝突するか衛星の重力圏から外れるかして失われてしまう可能性がある。孫衛星の長期的な軌道安定性には、孫衛星の軌道だけではなく、孫衛星の質量、 主星である衛星の質量や惑星との距離も重要となる。惑星からの超積力の影響を考慮した孫衛星の存在可能性の研究は1973年にマーク J レードによって行われている。レードは月の周りを周回する孫衛星を想定した計算を行い、孫衛星が長期的に安定に存在するためには孫衛星の質量は 衛星の10万分の1以下である必要があると結論づけた。そのため孫衛星は太陽系内に存在していたとしても最大で1 0トル程度の大きさのもののみが安定であると考えられる。また、孫衛星の軌道離心率が小さく巡航軌道であり、なおかつ孫衛星の質量が衛星に対して小さい場合は衛星の昼半径のおよそ50%以内が 長期的に安定な範囲となる。衛星の比例半径は衛星の質量が大きく、惑星から離れているほど大きくなる。そのため孫衛星が安定に存在するためには衛星自身が大きく、さらに惑星から離れた距離を公転している必要がある。さらに孫衛星が衛星に近すぎる場合、衛星の近く内の局所的な質量分布の影響で、 軌道が不安定化される場合がある。そのため、衛星に近すぎず、かつ、昼半径の50%程度以内の等を過ぎない、軌道を持っている必要がある。蒸気のような制約により、衛星の質量が小さすぎたり、衛星の軌道が惑星に近すぎたりする場合は、孫衛星は安定に存在できなくなる。そのため孫衛星が存在できる条件は、非常に厳しいものになり、 太陽系内の衛星のほとんどは、長期的に孫衛星を持つことができない。ただし数少ない例外として、孫衛星が安定に存在できる条件を満たす衛星もあり、木星の衛星、カリスト、土星の衛星タイタンとやっトとス、そして地球の衛星である月は、孫衛星が 10km 程度と小さく、衛星から程よい軌道長半径で好転している場合、 安定に存在する余地があることが解析的に示されている。これらの衛星は共通して直径が 1000km 程度あり質量が比較的大きく惑星から離れた位置を公転しているという特徴がある。その他の大部分の規則衛星は惑星に近すぎるため孫衛星を安定に保持できない。例えばカリスト以外の木星のガリレオ衛星タイタンより 内側の土星の規則衛星、天皇星と海王星のすべての規則衛星や、大型衛星は惑星に近すぎるため、孫衛星を長期間持つことができない。ただし、孫衛星が安定に存在する余地があることと、孫衛星が存在していることは別の問題であり、実際に、これらの衛星の周りには、孫衛星の存在は確認されていない。孫衛星が存在するためには、 安定な領域内で、孫衛星を形成あるいは捕獲する、何らかのメカニズムが必要である。また仮に、孫衛星が形成されたとしても、過去の衛星軌道の移動や、複数の衛星間の重力的相互作用などの影響で失われてしまう可能性もある。また、惑星の潮積力以外にも孫衛星に影響、及ぼしうる要因があり、例えば月の周りの軌道に関しては、 太陽や地球からの接動がさらに軌道を不安定にする可能性がある。月周回軌道に投入された探査機は制御落下をしなくても、いずれ月面に衝突してしまうが、これはこの接動による軌道の変化が原因である。2019年時点では太陽系外惑星は多数発見されているものの、存在が確認された。太陽系外衛星は存在しない。 ただし太陽系内に衛星が多数存在することから、系外衛星の存在も普遍的なものだと考えられており、それらの中にはさらに孫衛星を持つものもあると期待されている。系外衛星の候補天体としては、ケプラー1625ビットの周囲を公転していると思われるケプラー1625ビットアイが2018年に報告されている。これが実際に、 境外衛星だった場合は、海洋性程度の大きさを持つとされている。太陽系内の孫衛星の存在可能性の研究と同様の推論から、この境外衛星候補も、原理的には大きな、孫衛星を長期間安定に保持できる余地があると推測されている。また想定される衛星の質量が大きいため、孫衛星は、ベスタやケレス程度の比較的大きなものまで安定に、 存在できると見積もられている。ただし、ケプラー1625ビットイの軌道は大きく傾いている可能性があることが指摘されており、これは孫衛星の軌道安定性には不利に働くと考えられる。孫衛星の存在自体が確認されておらず、存在可能な条件も非常に限られていること、また仮に存在しても小さい天体でしかないと、 予想されていることから、孫衛星の衛星についての考察はほとんど行われていない。長期的に安定に存在可能な質量比の類推からは、太陽系内での孫衛星の最大サイズは1 0トル程度であるため、孫衛星の衛星の可能な最大サイズはさらに小さい1トル未満と推測されている。これまでに多くの宇宙機が月の周りを周回する軌道に、 投入されており、この中にはアポロ計画の有人宇宙船も含まれる。このような月を周回する月探査機などの人工天体も孫衛星と呼ばれる場合がある。2019年の段階では月以外の他の衛星を周回する軌道に投入された探査機は存在しない。1988年のソビエト連邦によるホボス計画では火星の衛星、 ホボスの疑似周回軌道に2機の探査機を投入することを目指していたが失敗に終わっている。日本の JAXA、ISES が計画している火星衛星探査計画ではホボスに接近、着陸してサンプルリターンを行う予定となっている。ソ連のホボス計画と同様衛星の重力圏に束縛された軌道ではなく純衛星のような疑似周回軌道に入ることが 予定されている。また、エサが計画している木星探査計画であるジュースでは探査機は最終的にガニメデを周回する軌道に投入することとされている。こちらはホボス計画や MMX のような疑似周回軌道ではなくガニメデの重力圏内にあり重力的に束縛された 周回軌道に投入される。そのためジュースはガニメデの周囲を公転する人工の孫衛星となる予定である。ありがとうございます。